しゃ,べろうしゃべるんですよ。しゃべるんだな、ベイベーということで。<laughs> うんちょっとミント決めるか。最近気づいたこと。 やっぱりミントのカプセルはすごいスプラッシュするからちゃんと全方位ティッシュで覆ってあげないとダメ今からむせますわむせてみた。 まずっ腐ったミントミントって腐るのああ聞いたな,なんで蒸せるの蒸せるほど吸うの <coughs> 喉やられたスイッチうせ いやなんかたまにスイッチうっさくなるねおっぱいですね視察団喋ることがないないない,ないないないな 今でもショベが済んでいる今でもショベが済んでいる何します何を喋りますお昼は餃子四個三個でもよかったな別に 毎日何かしてるかって言うとしてるわけないようん。なんかもう何かを喋るって言うんじゃなくて人生のことについてちゃんと考えた方がいいのかもしれないなんかもうそれしかやることなくないもうこれは良かったかもしれない毎日じゃなくていつも喋りたい時に喋るっていう方向でストレスを発散して生きてきたけどそれは本質的じゃないうん 毎日喋ってるからこそマジで喋ることなくて喋りたいことがもう自分のことしかなくなってきたこれはすごくいいことだと思う自分と見て最近自分と娘会って分かったことはあれだね俺は多分ね人を褒められても嬉しくないんですよ人にマジで嬉しくないまあでも人に褒められた記憶はなんとなく覚えてるから半分くらいは嬉しいんだと思うけど でもやっぱどこか本当か謙虚じゃないんだろうね謙虚ってそういうことでしょなんか調べたら人の褒めを素直に受け取るっていうことらしいのよ <coughs>、まあ、人の褒めだけじゃなくて、まあ、人のそういうの全て、まあ、素直に受け取るっていうまあでもインターネットやってて謙虚になれるっていうそのまあアンチコメントに対する防衛機構というか まあそもそもよく考えたら俺むちゃくちゃな動画撮ってるからめちゃめちゃ嘘をつくからさ。うん。なんかひどいこと言われて当然なんだけどね。でも結構俺ね、あの、ま、あ昔の、なんか、一応もう非公開しちゃってるけど、なんとなく非公開した、あの、ニンテンドースイッチ、その、を、 視聴者全員プレゼントをするというドキドキをプレゼントみたいなやつはなんとなくまあ非公開にした理由っていうのは恥ずかしいからとかじゃなくてあのまあ別に言いたくないんだけど個人情報が画面に映ってたからやべって思って伸びてるのに映っちゃってるからやべって思ってやっただけで別に本当は別にみんなに見せておきたいんですけどね。 うん、どうするリバイバルする、うん、伸びた動画 <laughs> いやそれは別に伸びないと思う悲しいよ反半物質を作ってみた2を俺が今やったら前置きめっちゃ長くなるよ半、うん、物質のウィキペディア全部朗読する,、うん、読するまずファ <coughs> <coughs> ンパレの動画も上げたよ昨日うんめっちゃ頑張った編集してるしあれみんな気づかないと思うんだけど 冒頭の語りの部分そのなんだろうな別で収録してるんですよなんでかっていうと何かいいアイディアが浮かんだ時にその実況動画だけにあとで当てりこしようかなーって思ってるんですようんなんか当てりこで面白くしちゃってもいいなっていうその実況風その場で撮った感じだけどちゃんと考えて撮りましたよみたいな感じでその やんのもありかなって思ってなんか作品を作りたいんだよね。いやおいちゃんじゃないけどさ作品って何だこだわりだと思うやっぱり、うん。作品にはこだわりが必要で俺はそのなんか配信者としてのあり方としてこうしたいみたいのはあるけど、まあ、自分が楽しむためとかこういう配信者にはなりたくないっていうので。 そういうこだわりはあっても、配信そのものにはこだわってないんだよな。機材もこだわってないし。だって機材をこだわるのは本質的じゃないから、うん、バカがやることだと。まあ、機材にこだわるのもいいと思うけど、それでお前こだわった気でいるなよと、俺は思ってしまう。それで満足してるんだったら、お前ちょっとキモいぞと、俺は思いますよ。<laughs> ただこだこわらなすぎてるけどねちょっとマイクくらいはそろそろ買おうかなって思って7年やって俺マイク買ってないからな頭おかしい <laughs> ような,なんか反機材主義みたいななんかそういうずっと凄さとは真反対のことをしてる機材も揃えないしまあそれは情熱が欠けてるのかな配信に対してうーんでもなーと思う,もうまあでも最低限の機材 最低限以下だからな今多分 <laughs> うんもうちょっとね声を聞き取りやすくするとかさまあなんかそういうのもやっていこうかな7年にして <laughs> 7年目にしてまあどっちかっつうと今までは修行っていうフェーズだったからまあ楽しい修行だったな本当に楽しかったなうんまあそれは人生の生きる意味だったからね生きるのが辛くてずーっと配信っていうか動画撮ってたからあのー もう俺は一生これやめないんだと思う別に生涯現役っていうけどなんかその死ぬまでやめないっていうと俺早死にしそうなんで今人不全になっちゃってるから死にそうのイメージを固めちゃないでもさ生きているっていうイメージはやっぱ大切なのかもな俺死なねえしっていうでもそうは思えないよなでも結局なんだかんだ俺は死なねえっていうイメージを固められたやつが長生きできると思うんだよなうーん 元気なおじいちゃんになってる姿でも想像しとくか俺は死なねえって思ったやつが死なねえんだよ自分はなんか知らな,ないんだろうなーって思ってでも俺全然死ぬだろうなーって思っちゃってるからなんかうーんまあ別にそういうのでもいいのかないや良くはないような気がするでもなんかその自分が生きているという状態のイメージをしておくことは結局イメージなのかもしれないな俺イメージしてないからな こうななったた自分みたいなもんうん俺は何なんだろうな俺なんか恥ずかしながらさ結局俺対談がしたいだけなんだよな人と喋りたいんだよなその人の熱いものが欲しいんだよなでもだからって俺インタビュアーになりたくないんだよなみたいなプライドとていうかエゴがあるよねうんインタビュアーにはなりたくない始島京志郎という存在で人から話を聞きたいみたいなわがまま エゴプライド承認欲求自己顕示欲みたいな別に自己顕示欲っておかしな話じゃないすごくない俺をそもそもすごくなろうとしてないんだよね俺なんだろうな別にすごくなろうとした時にすごくなれないのが怖いのかなでもすごさっていうものに対してすごく鼻につくっていうかまあ見る分にはいいけど見る分にもちょっと嫌になってきたかもななんか。 それは一種の嫉妬なのかもしれないけどなんか違うじゃんっても結局それって間に合わせだと思うんだよななんか承認欲求の浅いと思うんだよ「すごい」で褒められようとするっていうのはなんかうーんいやその「バナナに描いた絵」っていうねあのちょっとごめんね屏風に描いたラあの餅じゃない、まあ、絵に描いた餅バナナに描いた絵ってうーん じゃな「いですか紙に書けよっていうそのいうやお前がアイスとかバルナナとかリンゴに絵を描いてるのはすごいよ器用だねと面白いけどじゃああなた紙に絵を描いたらどうなるの?」っていうそのさまあ戦い方としてはチョコ材だと思うんだよな俺はそういうの。なんかさチョコ材なんだよ。でも好きだよ。 別にそういうういいものをあえてて楽しむっていう逆にって言ってる時点で大したことないものだと思ってるしあの長続きしないとは思ってる切り絵とかね <laughs> まあでも切り絵とかもまあ味があっていいかもしれない切り絵はまあまだギリかもしれないしまあ何かに物に描いたアートのもまあまあ面白いよやっぱりうん面白いけどでも俺はチョコ材だと思う正面から勝負してないと思う 思うまあでも別に勝負っていう話でもないのかもなそれやってみたら面白いなでやってみただけなのかもしれないしうんなんかでもそれを軸にしちゃうのはよくないよな絵を描ける人がこれに絵描けるかなって思ってやってみてやったのならいいけどなんかまあ俺がよく言う本質的おもろみたいなこと言ってるけど俺も分かってないのにそんな言葉使うなって思うよな。 うん、でも本質的オノマネ、ね、から最も遠いのはものまねだよな <laughs>。いやものまねをディスってるわけじゃないんで俺ものまねできなくはないと思うんだけど興味がないのと観察力がないっていうか集中力がないから物をじっと見ない俺ができるのだからまずセリフを覚え努力しないからよしこれをものまねしようっていう意識にならない。<laughs> ピーカのものまねできるけどなんか。 何パーセントな,のかなだから俺が今からするモノマネを何パーセントモノマネってしたら一番面白くなる20%モノマネピーカーだから全人は歴史に名を残せないお前のように死んでゆくからだ叩き落とせばお前の負けだろうなんですよ <laughs> 俺が好きなモノマネピーカーなんですよなんかトレジャークルーズずっとやってると ロフラミンゴッパやってると最後ピーカって特別待遇なんです多分ピーカってセリフあるよねうんピーカって声が特徴的なキャラクターだからあのガチャゲンのくせにセリフあった気がするんだよ <coughs> ピーカはセリフつけなきゃいけないっていうその遊び心まあそれにしてもなんかピーカは変な声だからこいつにやろうみたいなもなんか ょういけどなあ全然ログインできてなくてさ青属性の上限ドッパ紙みたい赤紙みたいのも,もらえないんだけど殺すぞマジで <laughs> お前が悪いでも,もう取りルやりたくないんだもん信じないわうーんうんうん コレクションニューってなってるなにこれあ,あコレクション報酬か受け取るアド <laughs> ちゃん好きって言ってそんなバカにして歌い方すんなよ他人をリスペクトできないんですよ、うん、人間として致命的欠陥なんですよそれを抱えてるんですよ抱えてるとか言うな、ね、よ抱えてるって言うとなんかカッコつけてるな ダメだぞ人をリスペクトうわーこいつ「レオ,のレレオネロとガンリュウ」マジで知らないこの俺でも知らないのが「レオネロとガンリュウ」8体外れすぎる「うん、ワンピース」基地外のそもそもエピソード・オブ・エースでこう織田先生がささっと書いたラフがあるのよラフあるんだけど「エース」ってやったら出てくる。 エース海賊団えエースオブスパディル号何スペード海賊団だうん、そう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 。<laughs> スペード海賊団ね。でピーカピーカ調べますよ。忘れてました。いねえって、ぶっ殺すぞ。いねえわけねえだろう。これね。あ、こいつボイスついてねえじゃん。違う。こっちか。 やめろよ。ウィー r ーが流れてるちょっと待って待って待って。これ、ウィアー,ヤー著作権しねえよ。<laughs> でかすぎる。何が著作権だよしちょっと、でもなんか、そもそもトリクルもなんかちょっと違うんだよ。あれなんでエフェクト追加 「ビッキャララ」「全人は歴史に名を残ノないビッキャラ我がファミリーにタテバラファミリーにビッキャララ」「全人ビッキャララ全人ビッキャララ全人は歴史に名を残さない言わないんかい」「<laughs> お前のように死んね なんで覚えてたんだろうな俺でも区切り方いいねお前のように死んでいくからだって言っちゃうとねまあピッカはねピッカはピッケララじゃダメなんですよまあそれはまあお分かりだとは思いますよ、うん、でも言うとしてもここかまあもう一個進めれば君はセンスマンになれるよ まあ普通ってところですかね。善人は歴史に名を残せない。これだからなんですよ。だから善人は歴史に名を残せない。なんですよね。だから善人は歴史に名を残せない。なんですよ。この、あの、リクドルドが人間であるための努力をしたっていうことを言ってて、うん。 まあでもこのまあでもまあでも言い,言い訳だよな別になんかいやうんなんか悪党に頭下げんなよっていうなんか結局善人がしゃぶられちゃったみたいな話だよなこれはで,でそれも自分では分かってるとそう何でも血を流さずやろうとしたらそれを利用されたっていう 極悪はいるよと。もてあそぶドフラミンゴみたいな。ただドフラミンゴっていうのも、まあ、明確に悪意を持つような人間ってよっぽどだよね、みたいな感じはする。うん、そこまでいないよ。ただただ悪辣なやつはいても、まあ、アーロンみたいにいても、でもまあ、アーロンに悲しき過去だから。まあ、でも何なんだろうな。別になんか、アーロンは、 まあ別に一億集めりゃいいかみたいな話だったのかもしれない。うん、単純に心を折ったってだけなのかあれは。波の心を折りたくてやったのかもしれない。うん、まあ人間でもなんかアーロンも耳っちいよな。でも耳っちいけどやっぱそれなりには強いから <laughs>。 悲しいっていうそのなんかワンピース世界のルールじゃないけどさ、こうなんで賞金稼ぎに強いやつがいないかっていうと、いやこれができるんですよ。別に海賊団をガチでボコれるやつってその力があれば島に引きこもって人を脅せばいいんですよ。ミカジメ料を取らなきゃ殺すよっつってマフィアもどきみたいに。 自警団まがいまもどきみたいなねヤクザになっちゃえばいいんであのだからあの世界って賞金稼ぎがいないんですよその理由わかりますかみんなバカみたいに強い賞金稼ぎやんじゃんんごなんですよねいけてもで本当に敵を倒したいってなるったら胞子の精神で海軍に入らすでやっぱそこまでいくとワンピース新年ルールでめちゃくちゃ強いんですよ ただだどううなんだろうでもそこまでいってもじゃあ自由なんて海軍にはないし中将ですら見てみぬふりをしているところがあってまあそれがなんか「ワンピース」の世界って結構考え方に強さが直結するよね中将たちもまあ努力もしたんだけどした先で世界政府っていうものに対して「ああ」ってなっちゃって心が折れたというか。 あの世界って誰でも強くなれるような気もするんすよね。強くなろうとすれば。ただ、その気持ちを維持し続けるのってきついよね。まあ、運があれば強くなれる世界というか、うん。<laughs> 運あ,りあるんかいって。運があれば誰でも強くなれる世界っていう感じはする。うん。実力と運だよね。うん。 まあ実力と運のためにど,どっちかっつうとだから田次田次だっけが弱いのはまだ2年間頑張ったのに私が女だからとかまだそんなこと言ってるからだと思ううん別にでも田次だから才能は半端じゃないんだと思うし志もすごいんだよね <laughs> たしぎ覚醒イベあるまあでもその LGBT の昨今で織田先生の家事的に絶対炎上するような隙は見せるからしょうがないような気もするし別に女だから弱いというわけじゃない気はするんだよななんか。 多分小田先生がそういうキャラを出すのもなんか結構やっぱワンピースの考え方でこれがあるからこいつは弱いですみたいな感じはする。うん、結構考え方が強さに、まあ、そのイメージや考え方っていうのの累積で努力が決まるというか、まあ、努力も必要なんですそのの考え方が努力の質になって狂気というか 本気度が努力の質になってるからそこは結構イコールにしてるところはあると思うな尾田先生。まあカイドウはもともと強いまあでも才能もある世界だとはもうやっぱカイドウなんてぶっちぎりに強いしでも頑張ってたら結構強くなれる世界だと思うけどいやでもやっぱ才能あるな金右衛門とか普通に元からバチクソ強いしななんかもうアホほど強いやつがいるんですよね。だって キングだって、あ、キングとかキンエモン。あ今、キンエモンのこと、キングって言った。キンエモンだって、なんか、別に、ある程度、ヤクザ集じゃ、お前らじゃ無理だよって言われてるから。うん。で、キングだって、多分あの、多分年齢14歳くらいなのかなわかんないけど、あの時点で身長3メーターあるよ。うん。カイドウがあの時点で6メーターでも3メーターくらいあるぞ。2メーター50とか。 ガキのくせにでかすぎるんだよ。カイドウがでかすぎるからちょっと錯覚してたけど、キングクソでかいからな。ただ、なんか S スネークとかってでかいとか言ってる割にはそんなでかくない気がするんだよな。わかんないんだよな。キャラクターごとに全員身長がでかいガキなのか、あでもでかいか。そっか。じゃあさあ、S シャークがさ、 大人になったら身長7メーターくらいになるってことばっかにあの血がいるんでしょそれはまだ明かしてくれないんだよなエッグヘッド編。まあなんかワンピースって <laughs> あの謎がずっと <laughs> 謎が明かされずに謎が増えてくる。チラッて見せてさ明かされたことなんかないからなそもそもゴムゴムの実の謎なんて謎だと思ってなかったし。 何それって謎だと思ってたものは見せてくれない <laughs>。本当に最終章にしか見せてくれないんで、小田先生は。全部そこで出すんだと。<laughs> すごいことになるよ。なんか、あ、あ、ああ、みたいな,な、脳内麻薬ですごいことになると思う。楽しみだな。いやーでもワンピース考察っていうかどう楽しむ最近ワンピース年か まあシンプルにもう体力ないからなのかもしれない。どこか義務化してるところがあるのかな。12時に見るっていうことに対して。でもシンプルにエ,クエッグヘッドあんま面白くないかもしれないな。なんか政治ターンってすごい。続くと疲れるんだって思う。なんかワンピースとして今までこう。今までワンピースってある程度ルールルーティーンみたいのがあって、それが良かったのかもしれないけど、結構疲れるんだろうな。難しいんだよ今。今 だからエッグヘッド編読もうとしたけど眠たくなってきちゃったって思って寝た別にそれは読んでたから眠いとかじゃなくてシンプルに眠かったうんあワンピースの話だなやっぱ人生の話でもするかうんあナポレボさんめちゃめちゃ面白いんだよねまあ大和世代言ってたから頭がいいとか言いたくないけど すごくいいねナポさんはバカかしこバカかしこ、うん、バカかしこってバカみたいに賢いってことねでもなんか悲しいことにはまれるものがないって佐賀思ってるひねくれすぎてて俺はあんまひねくれてないんだよなそのひねくれすぎてるのかいや俺ひねくれてるやつを冷笑してるところがあるんだよな結構漫画的な 俺は面白ければ OK だから別に超能力がよく出会う理由なんて考えたらそんなところでつまずいたことなかったからうんいやだからすごいひどいことを言うとナポさんみたいに人をつまんないっていうのは俺はナポさん面白いか言いたくないけどやっぱつまんないじゃんナポさんはまださ生物とかに詳しいとかポケモン何十年も見ててポケモンシリーズずっとやってるとかで あのな生物にバカ詳しいんですよねなんか <laughs> めちゃめちゃ <laughs> 大学のけんなんかそういうので入ったからなのか知らないけどめちゃめちゃ詳しい、うん、生物大好きなんですよねすごい人だなあと分析もめちゃめちゃすごいんですよね VTuber でそれができてなんで とチャンネル登録者3万人なのかみたいな <laughs> なんかえー、ええー、っていう <laughs> 地獄、うん、単純に参入が遅かっただけかもしれない VTuber に <laughs> うんすごいよナポさんいや俺ナポレボのなんか V シンボっていうのはどうなんだこいつって思ったけど V シンボ一発だけじゃなくてあれを何発も出してるのがちょっとやばい気がするしなんかあとめちゃめちゃちゃんとしてるんだよな,なんか V シンボの広告そのつけてないとかでもだからでそれをつけてないことにいやだからなんだってっていう話なんだけどみたいなネットリテラシーというか作品に対するリスペクトみたいな強すぎるオタクなんだよなこういうのオタクに好かれるんです俺ないからそういうのいや俺のゲーム実況ゲーム実況論っていうのは ゲームに対してリスペクトないんだよだよってあるみんな、うん、ゲームにリスペクトあるしか人しかゲーム実況しちゃいけないの。はいちょってたぶん殴ります、うん。殴られたきゃはいって言え。<laughs> おいおいおい暴力かい、ね。いや俺はやっぱ基本的にみんなゲームって思っちゃうじゃん,、うん。遊び道具で、まあ、娯楽なわけで。 そこに対してリスペクトを抱いてる人は確かにすごいんだけどみんながみんな抱いてるわけじゃないしなんかそのリスペクトっちゅうのもリスペクトないものはないよねてか俺がリスペクト持てないだけなんだよねだから結構すぐちょろく浅くというか浅くってほどじゃないな広く好きになる浅さない表面をな,なんか撫でてるだけ、うん、浅さすらないと思う俺にはだから好きなものはい いいっぱいあるんです好きのハードルが低いというか嫌いじゃなくてちょっと楽しかったら楽しいみたいなだから俺あんま先入観とかを持つ前に始める結構運がいいんですよ「鬼滅の刃」とかもアニメ化する前に見始めたりして運がいいっていうのあるのかもしれない、まあ、俺の得意なこと不幸中の幸いですからね不幸はあるけど本当の不幸にはならないまあ人不全になったのはどうかいやでもあのまま行ってたら死んでたから ギリセーフなんじゃないギリほぼアウトに近いセーフだと思ってますよ俺は、うんうん、まあまあまあほぼアウトですけど <laughs>、うん、まあそういう見方もできるので別にうわ邪魔やなカーテン今気づいたけど今まで気づかなかったなカーテンの邪魔さに首手、まあ、ナポさんは面白い なんで伸びないのか。そもそも VTuber ってやっぱ、そうナポさんがめんどくさい人だから伸びたいんだ,だって分かってるじゃん別に伸び方なんてそれっぽい面白い。でもそれができない人なんだって。こだわりがあって、そうじゃねえだろっていう。でもこういう人って多分長生きすると思うんだよな俺は。ナポさん自体が諦めなければ長生きできると思う。うん、ナポさん自体がく,くじけなければ 長くできるタイプの人だとは思うな。賢いっていうか考えてる <laughs> めちゃめちゃ考えてるくせになんかいやでもチャンネル登録者数3万でもそこまで考えなきゃダメなのかみたいないやでも視聴者の熱狂度が結構すごいからその3万人は強い3万人だと思う <laughs>。数字って同じじゃないですからね <laughs> まあアナリタティクスで別に今出るのかなその数字に対するスコアとか出せば です出ると思うんですねちゃチャンネル総回数よりもスコアっていうのはあるかもしれない。よくさ、この人をどれくらいの時間見てるかみたいな。そう考えたら ASMR とか強すぎるんだけど、まあそういう例外も出てくるよね。寝落ちとかしちゃうと絶対見てはいるわけで。じゃあ何ですか画面中止機能でも使えますかって話で。あのー。画面中止機能のこと分かってないけど、じゃあインカメ使ってどれくらい見てるかっていう情報だけ取りますかっていう。 話なんですけど、<laughs> お薬タイム。お薬飲んで寝よう。最近何でなきゃねー。 いやでもワンピースな俺好きなんだよなワンピースのバトル好きだからなでも俺やっぱちょっとちょっとこれからワンピースにと苦言を呈するのもワンピースを長く好きでいることかもしれないいやフランキーと佐々木ちょっと雑じゃないいや確かにラディカルビームの強さの再確認っていうのはあったと思うんですよエッグヘッド編やるからいやビーム強いですせっていうのの説得力だったとは思うんだけど いや、対海道用兵器なんだよっていう、その、まあ、まあ、それも別にさ、本当に作るってわけじゃないのかもしれない。対、対海道用兵器どうしたのどこで出すんでっいや、別に、いや、そういうわけじゃないよ。たぶああいうのも、ノリだと思うんですけど、その別にノリっていうのは、フランキーの、な、ノリね、その、漫画のノリとかじゃなくて、フランキーの、俺も作っとくからよって、作ってねえのが、そこでなんか俺、対海道洋兵器、 思いつかなかったのか、エッグヘッド編で出すか、みたいな感じにしたのかな。でも、エッグヘッド編もさ、なんか歴史の改沈フェーズみたいになっちゃって、どうなるっていうの、なんかちょっと不安なんだよな、そう。どうなるってワクワクじゃなくて、え、マジでどうなる 五老星を倒すのか倒さないのかもわかんないか、本当に今多分不安なんだと思う。俺が今までワンピースを楽しんでたのはどこか結果がわかるから、その過程を楽しんでたんだと思うんだよ。だから、今このライフ感を楽しもう。楽しめてなかったんだと思う。俺はワンピースっていうのを、ま、ルフィが勝つという安心感はあるわけで、でもそこを揺さぶられたりもしたわけよ。ワノ国編。え、負けたのみたいな。 いや、今まで散々王道でやってきたけど、いや、本当は外したかったんですよっていう話で、負けさせたわけじゃん、ルフィを。まあ、負けさせた話1話しかやってないけどさ。<laughs> うん。でも俺はカイドウの演説、怖かったよ。あのや、なんか怖かった。お前らが果たしたものは、みたいな。対価は、みたいな話の演説は、まあ、ロアクに振る舞ってたのもあるけど。 でもな俺カイドウ擁護しちゃうんだよな時代が悪いと思うカイドウは暴力で生きれてしまったから生きてしまった男だと思うまあ暴力を求められた男だしうん暴力があれば生きていけた暴力を称賛されてでもそれを政治の道具にされたからでもなんかやっぱやめるかってならなかったんだなカイドウはうんまあでもカイドウだって自趣味自殺っておかしいもん 精神状況がもうちょっと、やばいじゃん。もうなんか、最強の酔っ払いっていうか最強のアルチューなんだよな。なんか力を持ってしまったアルチューなんだよ。正常な判断ができてない、ね。で、ビッグマムは、頭がおかしいやつが、あの、地方っていうか、ババアになって、さらに輪をかけてやばくなったんだよね。やっぱマムの怖いところはあれだよね。 それを言ったら俺の長男が嘘を言ったことになるのかいみたいな。あれ怖く言い忘いの時全然長男の説得をちゃんと頭に残ってるっていう。ちょっとみんなもうマムのこと舐めてたと思ったら、ちゃんとそれは覚えてるみたいな感じが怖いんだよずっと怖いんだよ。暴れまくるレイドボスの癖して、なんか変に知能が残ってるとか怖いんだよ。 それで俺ちょっとペロスペロに同情しちゃった <laughs> あーっつって怖いんだよね奪わなきゃいけないっていう思考がなんかちょっと怖いよねえ奪わなくていいのに見て、まあその船長の威厳の出し方みたいな感じなのかもしれないけどねなんかルールとしてみたいな,なんか怖いよななんかうん なんかでもマム自体別に家族っていうのもその特段思い入れなさそうだしなあんか <laughs> あくまでうん戦力の一つとしてやってるからその白ひげの真反対なんでねでも俺マム好きなんだよななんかルフィの対比として描かれてるよねお菓子が好きででっかくて女でおばあちゃんでみたいななんか ルフィの対比とととしてて描いてるるころがあると思うんだよななんか、小田先生は。うん、一人が嫌だったから力でどうにかしようとして、ルフィは一人で嫌だったけど、それをコミュニケーションで何とかしようそれはエースがいるかいないかだったと思う。なんか、これはその時ルフィに力があったかなかったかみたいな、力が最初っからありすぎてしまったマムの悲哀というか。ルフィじゃ力じゃ どうするもできなかったっけじゃんエースに対してまあそもそもルフィもまあ前盛の問題なんだと思うなルフィにはなんだかんだそのやっぱフィルムレッドってのもろもろってめちゃくちゃルフィの解釈というのとして大事だった気がするな俺フィルムレッドのこと散々言ったけどなんだかんだルフィにじいちゃんはいたし海賊は嫌いだしただ海賊とか山賊でルフィは別に海賊にもシャンクスみたいなやつはたまー いいるかもねっていう話、うん、ほぼ海賊はクソだけど、うん、で山賊にもダダンみてえなやつもいるという話でまあ山賊を好きになるというよりはダダンを好きになるルフィはこれで、まあ、シャンクスとか山賊のヒグマダダンとか経て、まあ、普通の海賊とかを経てまあ人によるっていうことを知ったんだと思うルフィは、まあ、ガープのじいちゃんもそうだし、まあ、海軍だって どうなんだ海軍の腐敗も見てるのかなル,ルフィにとってネズミはどう映ったのかな <laughs> まあでもそういうまあでもルフィは海軍に対してまあなんかそういうところがあるよねワンピースのなんかギャグチックでもあるけどなんか本当にただギャグをするだけじゃないみたいいや本当にただギャグをする時もあるんだけどなんかいいよな。 ワンピースっっっててて俺ギャグにできなないいいじりづらいと思ってるんだよなやっぱまだまだいじりづらいと思うみんなが知ってるところを出すっていうのもなんかそれはもうまあうんまあうんって感じだしね「ワンピース一行大喜利みたいので薩摩川さんだけがその「雷蔵殿はご無事です」ってとこまあ切り抜きだからそこしかないしそれ以上あったかもしれないけど。 雷蔵殿はご無事ですをどこをやってきたから。ね。なんか、ひめくれてんなって思って好きだった。そこは。でも俺、雷蔵殿はご無事ですで泣いてないんだよな。何が起きたのかずっと分かってなかった子供の頃。その印象がずっとある。未だに分かってない。いや、分かってるんだけど、あーでも今も増編とかもワノ国編を経るとな。うん。 考えてやっぱめっちゃ悲しいな犬ちゃん猫ちゃんの喧嘩とかさアシュラ同士のもろもろとか伝じろうとかさあと遺贈とアシュラ死んだの悲しいなでもな,なんだろう無理だったのかなもうアシュラにはいやでもなんか小田先生って戦争でネームドを殺すってやってると思うんだよあのバカにみんなしてるけど爪切り部隊もあれじゃん ワンピース行ったらカイドウで行ったらトビ六方なわけでしょキングとクイーンがそのチャカとペルだとするならトビ六方が爪蹴り舞台なわけで規模で行ったらやっぱみんなトビ六方死んだら悲しいじゃん多分トビロッ六方みんな死んでないよね大丈夫マムの覇王色パンチ食らっていや大丈夫でしょうん大丈夫よ ゾーン系の生命力を信じろ。うん、だ俺はあのヤマト9人男になった時トビロッポウは全員ガッとなるんじゃないかな。まあ、そこでヤマトの器をおでんになるためだよな試練だよな。<laughs> 何がムカつくって全然始まんねえんだけどマジでヤマト旅道中みたいな。 まあ多分この間にネーム考えてんだろうな、小田先生。時間稼ぎかもしれない。ある程度考えて、どうしようみたいな。まあ、ゆっくりしや、いや、多分長くなるよってことなのかもしれないな。いや、扉連載も始まりましたがね。始まりましたからね。ら早くドアーズ4出せやなあ。 ドアーズカラー版出せや。マジで。あれドアーズ4は無理なんだっけ結構出ちゃったんだっけ ?900 話くらいいっちゃったんだっけじゃあ無理か。ドアーズカラー版出せや。マジで。ドアーズ好きなんすよね。扉絵連載。扉絵連載見るのクソだるいんだよな。Kindle でスクショしないといけないんだよ スクショが悪みたいになってるのマジでムカつくんだよな。いや、俺みたいなさ、その瞬間を見たいみたいな、その加減と上限が困るんだよ。スクショまでして読みて、その,その瞬間をすぐ読みたい人も困るからな。なんなんだよ。締め付けってよくないな。どうすればいいんだろうな、そういうシステム。漫画村とかさ。 違法なああいう著作権っていう考え方も YouTube とかもシステムすぎだしねちょっとでも音楽映ったらダメみたいなもう意図してなくてもみたいな関係ないみたいな YouTube もなんか怖い職業だしななんか結局 YouTube っていうものがやっぱそれだけ莫大なんだろうねちょっとチャンネル一つ潰した程度じゃあマジでどうでもいいんだろうなうん怖すぎ でもそれはななんか締め付けのよような気もするよね恐怖政治というかう。まあ YouTube まあテレビよりは緩いけど YouTube にも基準があるよねっていうで結構その YouTube の基準もだんだん重くなってきてるしだからやっぱ面白いものは増えないけど。 視聴回数とかだとそもそも面白いものって受けないんだろうな。だからやっぱ本当に人をさ、1万回でもその1万回の人がすごい <laughs>、めっちゃ、あれは面白かったって言われたらすごいものじゃん。でも YouTube にとってそれは1万回再生数で、いくら100万人の人に見ても明日には忘れてるようなものでも YouTube はそれを優先させるわけよ。うん、明日には忘れてるような100万回と1万回だったら100万回なんだみたいな。うん。でも、 ふとした時に思いい出す1万人じゃなちょっとふとした時に思い出すはちょっとすごすぎるけどいやあれ面白かったなってなるくらいのものうんいや面白かったねあれってまあでも案外コムドットの動画見てるやつでもそう思ってるやついんのかもしんないけどさあうんコムドットの動画見てない俺は <laughs> よくわからない別に コムドットの動画,動画全部1時間超えててこえーって思ったうんまあそりゃその動画連発するのチームなきゃ無理だよなってコムドットってどこまで行くんだろうねうんそれを見てみたい <laughs> なんか絶対おわこになるだろうみたいなわけじゃなくて俺も生きなきゃな <laughs> コムドットがどうなるか知りたいんだよな いや今までの YouTuber うまくいかないと思うけどどうするんだろうと思うでもワンマン感があるんだよな,なんかヤマトの、まあ、それもヒカルと同じヒカルみたいに奴隷みたいな感じにしてるのかまあでもヒカルのやり方も好きじゃないけどな別に俺はヒカルなんてどうでもいいしな なんか加藤純一は光のことを褒めてたけどなんか俺加藤純一のああいうやり方好きじゃないんだよ全部思ってもないこと光だってそのまあ面白くないとは言ってたけどなんかなーと思うんだよななんか光ってそんな天才じゃないと思ってるまあ詳細はあるのかもしれないけどねビジネスの才能というかまあ実力はないかったらもうとっくに潰れてるような気もするんだけどね 別にうんまあそもそも面白いことをするのかっていう話でヒカキンやっぱすごいなミソキンのムーブメントちょっとヒカキンすげえな別格やなあいついや俺ヒカキンにはなりたくないって俺散々言ってるんだけどとうとうヒカキンも壊れたしねうんなんかこうあそこまでしないの しないといけないのかみたいな悲哀というかなんかそこまでするのそこまでに中身が伴ってないっていうかこう人気というものを純化していった存在はああなるのかなみたいな感じうんただただそのマックス村井がなれなかったのがヒカキンなんだよ うん、というよりは、ヒカキンもマックス村井を見てやべえって思ったんだと思う。マジで。うん。案外、マックス村井ってプライドが邪魔してそうだからな。めちゃめちゃプライド高そう。加藤純一との話、見ても。あ何にせよプライドっていうものは、なんかその、いいプライドと悪いプライドがあるよな。プライドの中にも。うん。 俺でプライド増しマしだよな。自分のこだわりをやるぜっていう。まあそもそもなんかうまくいきたいわけでもないしな。自分の心のためにやってるから。ロックンロール活動ですよね。ロックンロール聞いて元気が出るように俺も喋ったら元気になるんだよ。一人虚空に向かって。誰かに届けっていうわけでもない気がする別に。うん、喋りたいから喋ってるよ。俺はずっと。 最近もちょっと動画出しすぎてマジで誰にもコメントされなくなってチャンネル登録者数がどんどん減ってってる。やっぱ顔出してないっていうのが良くないんだろうな。うん。俺の顔ファンしかいなかったの。どういうことそれ。まあ、特段コメントすることもないのかもな。確かに俺は好きな話しかしてないし。だからちょっとコメントやっぱ俺市場主義だからな。再生回数もグッともう、ピンとこねえ。うん。 怖いのか、俺が <laughs>。コメントしないってことは。まあ、そんなにみんな動画見てないと思う。別に2倍速で見てもいいんだけどね、俺の動画。だから2倍速の悪口確かに言ってたけど、最近に倍速もありなんじゃないかって思ってる。いや、でもなんかな、フリーレンとかさ、面白いんだけど、その、もう漫画で見ちゃったから、アニメで見たくないんだよな。なんかやっぱそれあるわ。 漫画で見る。で漫画おもろいんだよな。でもアニメ見てから漫画がいいような気もするけどそ、なんかアニメ見てから漫画だとそれはそれでカラー、色がなくてなんかちょっとね、寂しい気もするんだよ。だからモノクロアニメかもな、一番いいの。<laughs> うん。でも俺漫画ってモノクロでも漫画の方が面白いと思う。漫画ってすごいよ。音がなくても声がなくても色がついてなくても動きがなくても漫画の方が面白いと思う。 これはまあアニメとの補完もあるかもね。アニメーションっていうものを見て漫画があって、より漫画を楽しめてる感じがする。漫画を楽しむ材料が増えたって感じはするな。やっぱ映画とかもそうだけど、いろんなものを見ていくと漫画の動きが予想しやすくなるのかなって思ったけど、いや、そうじゃないと。俺漫画を読,と読んでるときなんとなく読んでるけど、そのなんとなくに案外今まで見てきた動きというものが、 やってスムーズに読めてんのかもね。本当の意味でアニメも映画、まあアクション映画でもいいけど、そういうことを全く見ずに、漫画を読むっていうのは、でも案外できちゃうんだよな、ね。見れちゃうから、そこはなんだろうな。いや、漫画の技術なのか、それとも俺が今まで見た脳みそのおかげなのかはわからない。でもなんか漫画の技術のおかげのような気もするけどな。うん。 でも漫画のアクション漫画も出てきたのもなんかそうアニメーションの台頭だとは思うんだよな,なんかうん。ナルトの先生だってまあアニメ参考にしすぎてるところがあってそれで漫画に落とし込みきれてないところもあるじゃんまあうまくいく時もあるけど挑戦が先に立っちゃってる感じ。小田先生はあれで <laughs> 岸本先生の「スケスケはもらった!」って言ってね 貸してみたいな感じでやってるらしいよね。スケスケやあれ、だいぶお気に入りなんだろうね。シリュウに継がせてるくらいだから。からシリュウにスケスケの見くわせる意味あんのかな。いや、でもそれは逆に自分の実力が、の裏付けなのかも。いや、俺はこれくらいでいいみたいな。うん、でもそう、ワンピースに能力バトルを、でも、結構恐ろしいバトルしそうで。だって、一回スケスケバトルをしたわけでやるのか、 それとも悪魔の実ってチェンジできる可能性があるよね。気軽に。また、獅竜から吸い取って、獅竜が別の能力を使える可能性はあるよね。吸い出しみたいのがあったらやばいよね。悪魔の実は一つだけだけど、それを入れ替えることができるみたいになったら怖くないバージェスがキラキラの実使い始めたら。え、でもそんな強くないってバージェスがキラキラ使っても。 いや、ジョズにリキリキ。まあ、ガープにリキリキの実食わせたいですよね。で、リキリキって腕力だけなの。全体的にパワーが上がるわけじゃないの。わかんないけど。ウルージさんの悪魔のみんなに、あんまウルージさんとか言いたくないな。ネットミームで。シンプルにウルージない。ムキムキのみムキになるムキムキってこと <laughs> 面白いな、あれだね。 人々の身を食べたインパクトダイヤル説っての面白い <laughs>。いや、リジェクトでしょ。でも、リジェクトわかんないんだよ。そう、インパクトダイヤルも、インパクトって何回持続するの ?1 回につき1回なのかっても。そもそも、リジェクトとかもあんま説明されてないんだよな。まあ、リジェクトは多分、溜めた衝撃の10倍を放つのか、という、出力が、インパクトダイヤルの10倍あるのよ。うん。 ただ、インパクトっつっても、まあ、込めるインパクトの力はあるのかも。その時点で力仕事がいるんだよな。まあ、あれなのかな。3回分を1回に放出するみたいな。一度に出すみたいなのができんのかな。多分。で、そのインパクトダイヤルの上限なん何発貯めれるんだろう。だから、その、うん。まあ、でもそこはなんか、 小田先生考えてあー手そうだな聞くインパクトダイヤルの仕組み考えてそうだよないや考えてなかったら別にそれはいいし俺がこっちで考えるんだけどなんだと、まあ、まあそのなんかファンタジーでいいじゃんインパクトを貯めるっていうまあそもそもインパクトダイヤルの威力がまちまちのような気もするうんどういう 何回でも1回につき1回ってそんな不便なものじゃチャージができる10回くらいはできんじゃないかな戦闘中は不便にならないのか1人の敵を倒したらまた貯めるのかリジェクトも貯めてるのか1回貯めたらそれがガン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 出るのかまあでも多分何回でもその一度の出力上限はあるけどめっちゃ貯めれるんだろうな。 アックスダイヤルとか一度に出せる量は決まってるけどいっぱい出せるんだとまあそうだな3時別にハンマーでぶん殴ってた3時のハンマーだしななんかでかいハンマーでやってたしなやばそうだな普通に考えたらあれ描写違くねウソップじゃねそれ そう考えたら、インパクトダイヤルやばいんだよな。ルフィの攻撃もインパクトダイヤルは収めれるからな。え、やばすぎじゃない <laughs> え、ちょっと待って。あこっちスマホで確認するか。まあ、そういう、まあそこまで厳密に上限が達してって、でもさすがにキングパンチは無理じゃないなんか、まあなんか衝撃がでかすぎるのもあるけど、まあ無理なもんはありそうだと思う。破壊とかさ、 リジェクトで吸収できてそもそもリジェクトとインパクトってちょっと違う可能性があるんだよな出力上限が高いのかそもそもなんかいっぱい衝撃波を出す回なのか分かんないそもそもあの時点のルフィの攻撃をインパクトダイヤルで吸収できるのはちょ,ちょっとやばい気がする あバズーカじゃんこれやばっ <laughs> やべえって。 考えたらこのウソップ強すぎない金塊の主より強いんだよなはやばそっかゴムゴムのブレットってやばいぞただあとこの時点のルフィってまあ加減加減がまあでもそうなんだこう新年であんまり本気ってわけじゃないと思うんだよね迷いのある拳は弱くなるってわけだから まあんまりルフィの従前の力じゃないと思うけど。え、バズーカ吸収してたのやばくないこの時点と <laughs>、え、ルフィもバズーカ撃つんだ <laughs>。札いたか。なんかバズーカってめちゃくちゃ強いよな、ルフィの。やばい技なイメージがあるんだようーん。 なんかまだいろんなバラバラの実とか花花の実とか秘密ありそうだよね。花々の実もなんかありそうなんだよな名前が変だしだゴムゴムの実のせいで名前が変ねつなんかあるんじゃないって思う。おしおしの実でさえいでででで。 ワンピース面白いよな別に能力の拡張ではなくもともといろいろできる力ですっていうニカがすごいよな俺はニカの戦い方結構好きだけどなトム・ジェリーみたいでうんアニメで見たいなーって思うあそうだルッチルッチ変なやられ方してるところまだ見てないなでもなんか結構俺 漫画ととかでもそうだだけけどさバトルシーンだけをざっと見たいよなまあそれをさせないために呪術改戦見てて思ったけどさ途中でなんかこうこのシーン一部分だけ見たいってなるとそういう演出というかまあこっちのね1回目見た人の気持ちをさとどめるための技なんだろうけどうーんアニメとか天元ドッグ 突破グレン・ラガンとダイナ・ゼノンがいいよと言ってたらしいけどな俺アニメ好きじゃないというか疲れるんだよな。アニメ疲れるで検索していい もう当分何年もアニメ見てないないやーでも漫画がさマジで大好きなんだよ。まあ漫画も読めてないよまあでもそれは金銭的な問題かもしれない金がねえから漫画読めてね貯金あるけどそこまで使っちゃうの貯金パソコン買うお金に当てたいからさパソコンとかおっきい買い物する時の貯金だからそこから引き出すのは何かなって思うしうーん 夢貯金だからさ。 面白いよね。小粒どうしちゃった。 でもどううアンカーが面白いアンカーじゃない「ワンピース」最近楽しくないのなんだろうな「むずがゆいんだよな」「エッグヘッド編でベガパンク」っていうのが出たけどなんか謎が明かされるわけがないのは分かってんだけどなんかムカついてきたわなんか明かされそうで明かされないんだもんなんかまあ、これは考察の筆跡なんだろうな一時期見てた考察とかちょっとよくないなやっぱ考察見んのは。 損してるわ。へーみたいにならないもん。なんか、早晴れも考察も、早、考察も早晴れみたいなもんだし。だって自分で考えたわけでもないんだよ。それ自分で頑張って考えたら気持ちいいから多分、なんか俺も自分で頑張って考察するわ。うん、ちょっと。でも考察嫌なんだよななんか。うーん、なんなんだろうな。気持ち悪いんだよな、考察っていう概念がワンピースなんかね、出しにしてる感じがする。 うん、いや、一人で勝手にやる分にはいいけど、インターネットで出してるやつ全員、欺瞞っていうのかな。俺、ちょっと悪だと思ってる、考察は。うん。一人で楽しむ分にはいいけど、それで、いや、小田栄一郎という、まあ、神様。まあ、人で人間ですけども神です。現代荒人神ですよ、漫画家として。ねえ。その、もうぶっちゃけ手塚治虫でもとも思ってるよ。さすがに手塚治さんって神の種類が違う。 全能の神と戦いの神みたいな感じ。小田先生が戦ったら一番強い神様で何でもできるのが手塚治だと思ってるから、俺は、小田先生はその一つの漫画を描かせた時の面白さではマジで誰も勝てないと思う。うん。だから本当に、だから、でも結構難しいよね、そういう。人間って案外さ、そら、 だって、黎明期に漫画があったわけで、手塚治虫がいたからこうなったのか、いや、でも案外そうなんじゃない漫画には手塚治虫がいたからここまでこうなったのか、まあ他の漫画家もいたけど、まああると思うな、うん。どうなんだろう。まあでも確かに。いや、でもてやっぱ手塚治虫がいたからかも。だって日本の映画業界にはさ、いないわけじゃん。いや、いたよな、黒沢明は。 世界の黒沢がいたけどまあこの邦画はこの手たらくでだだやっぱ資本主義とどう戦っていくかなんでで、ね、漫画は生き残れたんで面白いことしてもいやでも面白いことでも本当に面白いことじゃないかもしれないよぶっちゃけ本当に漫画が描きたい漫画じゃないかもしれないんで、まあ、性癖漫画というかさ本当にでもやっぱ面白いじゃんやりたいことはやれてないけどマジで面白いじゃん漫画ってもう面白すぎるじゃん。 邦画とかも別にやりたいことはやれてないけど面白くもないわけで確かに漫画やっててその小田先生でもやりたいことをやれてるわけじゃないと思うんで全部はなんならどっちかっつうともうワンピース締めに入ってきてるから今までのツケというかどう収束させるっていう漫画ってなんか3つくらい能力がいるよなあの3つと大きく分けて漫画の立ち上げ能力連載して読ませる能力と まあその家庭を,を描く能力で家庭を描く能力始めた後はまあ俺そんなにみんな結構面白い漫画描けると思うけど始めるまででみんな無理なんだよあの中で読んでもらうっていうのが今ももっと厳しくなってると思う漫画の技術は向上してると思うんだよみんなみんな昔に描いてた漫画よりみんな面白くなってるのよでも 他のコンテンツもやっぱり面白いし時間を取られるしやっぱ TikTok みたいにその集中力が切れちゃうというかまあもともと集中力のない人はいてそういう娯楽っていうのはあったのかもしれないけどねうんだからその俺は集中力がなくなったんじゃなくて今まで集中力のない人が楽しめるものはなかったんだと思う食べ物くらいでうん 別になんか食べ物をディスってるわけじゃないんだけど食べることくらいしかなかったし食べるって結構趣味って合理じゃないだってそのいつも食べてるご飯にプラスアルファすればいいだけだからうん絶対食費はかかるわけでそこにお金を乗せるとまあ本気でやればそのパスタだけで安いパスタ食い続ければねえ まあ小麦粉だけでめっちゃ安くいけるかもしれない。最近パスタ高いけど、ね、うん。いや、パスタが高いから、パスタとポテトが高いから戦争やめてほしいなって言っちゃダメ。うん。パスタとポテトが高すぎる。物価が高くなるから戦争やめてほしい。うん、そんなこと言っちゃダメだよな。まあ戦争はやめてほしいんですけどね。嫌だな戦争。うなん。なんだろうな でも怖いんだよね。こういうバランスが崩れていくと次のバランスが崩れていくわけでどっちが勝ってもみたいな話な気がする世界は情勢ってそうれはギリギリのバランスじゃんロシアが弱体化してまあそのロシアが国としてどれだけ幅を利かせたってか知らないけどでも中国もあんまり今良くないみたいな感じも言ってるしな調子もそろそろみたいなうん。 まあ、ごめん。情勢、ちょっとにわかとかそんなレベルじゃないわ。もう口出しすんのやめます。ごめんなさい。今のなかったことにしてる、まあ。ワンピースの話でもするかワンピース最近あんまり楽しめてないのまあ、シンプルに結構、腎不全の病院行く前とか、ワンピースが救済してて、その八つ当たりであんま楽しめてないかもしれない。救済が多すぎるって、 マジで2週で休んだよ大田先生またえこれから2週やって1週なのなんかや集英社が味しめたなって思うけどまあ週刊連載なんてできるもんじゃないと思うんだやっぱりでも週刊って言ってるんだったらさーってなっちゃうじゃんだから学習だってそんな楽じゃないと思うよ別にうん学習だってなんだかんだページ数多いしページ数が多いと話もいっぱい考えなきゃいけないし 軍人しか漫画って描けないのって思うマジで漫画って体力芸なんだなだから箱詰めの人は描けてるじゃんうん水木しげるもまあ軍人上がりだからできてるしえ戦争を経験したタフな人じゃないと無理ってことなのなんかまあいやでもだってじゃあでも俺はそれは違うだって昔とかって書き込みがさ 全然違うじゃん、ね、話のレベルもさやることがどんどん増えてってるわけじゃんどんどんインフレしてってるじゃん人間の脳みそってそこまでなんだと思うそれで昔何本も連載してた人もって言うけどその全部がじゃあアトムですかブラックジャックですかって話になるしなんか美化しすぎてるよね昔の漫画家をもう死んだのをいいことに、うん、結局別に昔が良かったんじゃなくて子供の時は その社会に適合してなかったから感性のアンテナビンビンでしたってわけでしょやっぱ社会に適合すると人間性を失うんだよ。魂が削れて物が楽しめなくなるん社会が悪い。社会に適合したあなたが悪い。で、そうまでしないと適合できない社会が悪いからあなたは悪くない。やっぱ社会に適合するって曲がりなりにもどこかつまんなくなるというか別に面白いままでも社会にある程度の 知恵はつけることはできるけど、それは辛いんだと思う、やっぱり。うん。自分の面白さを保ったまま社会と関わるっていうのは辛いからみんな楽な方向に行くんだと思う。でもそれは全然ありだと思う。別に。うん。疲れるんだろうな、自分のこだわりとかをずっとやり続けるとさ、もう10年こだわったからいいかみたいな、なんかもう別にもういいかなみたいな。 そんなにいいかってなっちゃうんだろうな。それがつまらなさだと思う。加藤純一だってそうだと思う。あ,あまあナポレボもなんかみんな丸くなった方がうまくいってるっていうけど、本当にそうかって思うけどね、俺は。なんか、うーん、丸くなっても目先の銭じゃないっていう。なんかこう、丸くなるっていうのも、なんだろうな。自分がまあいいかって思って、 丸くなるなるらいいんだけどどこか忘れちゃいけないところはあると思うしだから俺加藤純一はもうねダメだと思うまあそもそも切り抜きも動いてないしねまああると思うよ過激な発言とかは伸びるけどチャンネル盤になりやすくなっちゃうから出してないとか他の事情はあると思うようん過去の収益だけで食ったりもう別に過去の収益だけで食えるんだが俺が切り抜きする必要なくない誰か他がやるでしょみたいな あと、加藤純一にもそんな切り抜き望んでないと思う。切り抜き規制みたいなのがあるんだよね。この切り抜きは決してみたいのがあるから、それもなんかやる気なくなってんだろうな、多分。え、これ結構頑張ったのにっていう。いや、その、なんだかんだ言って編集の労力はコストはかけてるから、それもやる気なくなる原因なんだろうな。うん。 いやまあでも、ナポレボもな。まあ、絶対見つかったら炎上するしな、あいつ陰謀論とかむちゃくちゃやってるし。そうか。受けなくて当然か、あいつ。尖ってるから。全部喧嘩売ってるから、バカにしてるからな。やばいもんな。よく考えらあいつ怖すぎ。でもなんか、ちゃんとロジックで喧嘩売ってるから怖えんだよ、あいつら。あいつは。 ちゃんとロジックを組み立てた上でボロかすに言うから、なんかちゃんと嫌なんだろうね <laughs>。ちゃんと相手に炎上すらできないんだとしたときすごい燃え方すると思うけど、でも面白いよ、ナポレボは。いや尖るっていうのはいいことだよね。長野も言ってたけど。尖って痛い,いはずなんだよ、人間はみんな <laughs>。尖るのは、 やっぱりでも俺尖ってるから最近丸くなった気がするけどね俺うんでも加藤純一はな,なんかまあ好きだからこそあんまり言えないって言ってた時期むちゃくちゃ言ってた時期もあるしそれ動画になってんだっけななってなかった気がする俺がボロクソ言ってんのになってないのがほぼだからあの本当言っちゃいけないくらいボロクソ言っちゃってるから いやーでも悲しかったなあ。まあそれはなんかさ、こう、うん、配信の象徴おもろというか、魂の所在。なんだろう、うちょっとごめん、適当ほざきすぎた。なんだろう。うーん、まあ別に嘘つきがたまたまかっこよかっただけなんだけど、嘘をつき続ける覚悟はなかったみたいだなと思う。たった数年の嘘というか、たった数年が加藤純一の尖りとして、ちょうどいい時期だったんだと思う。なんか。 加藤純一も時代によっていろいろ変わってるんで、働いてた時はニートのことボロクソ言ってるのに、まあ今でもニートのことやんわりと悪くは言ってるけど、ボロクソには言わないじゃん。まあそれも世の中自風っていうのかな。世の中の風向きっていうのを計算して、そもそも自分がニートまがいの配信者やってるから、っていう多い目からの発言なのかもしれないけど、うん。 わかんない。でも加藤純一の嫌いなところは配信者全員クソとか言うところはやっぱそんなことないと思う。いや、でもやっぱ、正気じゃないよ。全員配信者は <laughs>。うん。だから面白いんじゃんって思うんですよ。うん。なんか全部求めてんじゃねえぞっていう。あちらが立てばこちらが立たずだろうがよ。どっち、全部立たせようとしてるから全部性低いんだよ。平均化しようとするからお前らはつまんねえんだって話なの。 何かがあれば何かが欠落してるんだよ。何かが突出すれば何かがないんですよ。うん。それだけの話で。うん。話にならんのよ、お前らは。まあ、それは自分のやっていいことな棚に上げにはならないって言うけど、やりたくねえんだよ。興味ねえから。うるせえよ。ADHD で棚上げさせろ。本当に。 ADHD じゃない最近治ってきて体ぶつけなくなってきたんだよ俺いっつもドアの金具というかドアノブにガツンって脇腹ぶつけてめちゃくちゃ痛いの鉄のごっついなんかもうなんかねスカスカなまあじゃないの結構うちのドアノブしっかりした鉄ドアノブなのようぜえのよ中にちゃんと詰まってるタイプの金属のやつでい せーの鈍い痛みが走るのあれ本当に嫌だなんか家がね中途半端に狭いのか太ってる俺が悪いのかあ痩せたからかあーこれ痩せたんだ俺1 0キロくらい痩せたしそもそもこの家に来る前から2 0キロ痩せたな俺2 0キロはでかいんだな <laughs> 2 0キロ痩せたらドアブにあ当たらなくなるこれ ADHD じゃなくただ痩せたから当たらない ADHD 治ってねえなじゃあ、俺あんまり。体が薄くなったから当たらなくなっただけで、そんな悲しいことある考えるって大事ですね。俺は ADHD が治ったんだって思ったら、治ってねえよ、俺。そんな簡単に治ったらマイスリーはいらねえよなんあれ、マイスリーって民財だっけ あ多分 ADHD の人が飲む薬だよな。そんなのあったらね、マイスリーはね、いらないんですよ。治ってないです。はい。じゃあ。ADHD ってほどじゃない。ちょっとなんだよ。ちょっと注意欠陥がある。でも最近結構ひどいな。話、なんか、あの、話してるときに俺すぐ忘れるじゃん。すぐ脱線するじゃん。話がめちゃめちゃ。まあ、それは、 俺が ADHD 気質だからのもあるけど、シンプルに、あのー、それを本当に伝えようとなんて思ってないからっていう、その、関心がないのもある。そのダブルでめちゃめちゃえげつない脱線の仕方するじゃん。で、脱線した挙句本線を忘れるんだよ、俺。まあいいやって。で、脱線したまままっすぐ走るの。逸れたまま。怖こいつ。マジで怖い会話。ホラーだよ。 認知症ちょっと入ってるかもしれないなん,かせなんか脳のあれもあるかもしれないけどそれはう診断してみなきゃわからないんでうんまあ体力が落ちたのもあるな一回20分くらい歩いてみるか ああいや20分っていうか別に歩きたいんだけどなんか先生にビビらされてあんまり歩くのよくない30分ずつにした方がいいと30分ずつ無理だって無理無理じゃあ40分にしよう1日2回歩くのだるすぎるってマジで期間持った方がいいそのだるさ1回でなんか俺できてないのに今日歩かなきゃいけまあ、かなきゃいけないという気持ちはよくないな 最近音楽聴きながら踊ってる、うん。踊るのいいよ。歩きながらやると踊りやすいんだよ、なんか。うん。こう、ステップ踏むのを歩くので代用できるから、まあ、その、ルーム、ウォー、ルームランニング、ルームランナーで踊るのが負担的にはいいわけないんだけど、あれめちゃめちゃ楽しい。踊れる。うん。あれ楽しんでみんなやってみてください。音楽聴きながらね。 いや、ちょっと1時間20分まで来たから、どうせ誰も聞いてねえから言うか。あれ俺言ったっけアドシコチャレンジ最近始めてるっていうの。うん。言った気がする。まだ動画にはなってないけど。うん。なんかなーちょっと、もうめんどくせぇよ。<laughs> めんどくせぇからちょっと、動画ボボンって出すわ。めんどくせえ最近なんかね、配信つまんねえなって言うとの、その、 産地直送感がねえんだ。ちょっと動画のストック作っちゃって、やっぱ俺、性に合わねえ。ストックやめます。で、最近、その、アドシコチャレンジもアドのミラーでしこれるか。で、やっぱしこれないんです、音楽じゃ。あと、俺、あんまアドの曲好きじゃねえんだよな。アドは好きだけど。響かねえんだよな。ロックンロールじゃねえか。ああ、ああ、あロックンロール老害。うん。 なんかアドの歌声は好きなんだけど、まあ、でも心という名の不可解は結構いいなって思っててで,でもなんかまあまあ飽きちゃうなすぐ飽きちゃう結構まあでも飽き性っていうか最近曲聴いてるんだよでも音楽好きじゃないんで俺一つの音楽に執着するからみんなみたいにいっぱい聴けないんだよなでもなんか音楽好きって種類あってもいいけどなでも気持ち悪いけどなツイッターでそんなのも聴いてねえのかにわかがみたいなで とあごめんなさいそれまだ聞けてないですっていう人がいたけどなんかいっぱい聞けばいいってもんじゃなくないっても俺は何だろう音楽いっぱい聞いちゃうこれ何,何なんだろうな執着障害みたいなやつなのかなマジでいっぱい聴いたって恋のダイナマイトダンス700回聞いたから7分の曲なのに俺、ね、寝てる間もずっと流し続けたんだからうん。 睡眠用 BGM として俺ハイローズで一番好きなのが恋のダイナマイトダンスですいやこれはちょっと聞いてらってるけどなんかあんまみんなが好きって言わないけど俺は好きなのが恋のダイナマイトダンスなんですよ7分あるけどすごい好きうんいやーマジで いいわ結局世の中には河本と人ロ,ロックンロールというより河本ロ人が必要なんだけどヒロトがもうなんかロックンロールしたすぎて誰も救いたくないんだあの人あの人は救えるのに人うんそれくらいすごい人なのに 俺もロックは分かってないんだと。ヒロトたちの言うロックとか優しさっていうのは分かってない。なんとなく俺は優しさは、なんだろうな、あんまり自分の利益に寄与しないところでもやることみたいな感じ。労力とリターンが釣り合ってない。確かにそれをされたら嬉しいんだけど、嬉しいことをしてあげたからといってそんなにメリットがないのが真の優しさなのかなとも思ったりする。 確かに嬉しい。まあそもそも優しさっていうのはあれだよね。押し付けじゃないから。うん。おせっかいじゃダメなんだよ。的確な優しさが必要なんだ案外そういうなるとできることは限られてると思うよ。うん。まあハンカチ、落ちたハンカチを拾うっていうのも嫌われてでもいいから拾うっていうのは大事なのかもね。それは心が醜いだけだと思う。不細工に拾われたからみたいな。そういう話聞いちゃって、うわ、みたいな。 女子高生がカスだだけだと思うそれは。でもそう。まあ優しさっていうのは得てして無限にされるもんですよ。今の社会では。うん。だからそのお前はその優しさを無限にされる覚悟があるかという話でもあるのかもしれない。うん。それでもやるかいっていうのが。 修羅の道って、なんか道徳は修羅の道みたいな。これ、木松哲学堂の話はあんま良くないか。まあそうだよな。でもやるかいなんだと思う。結局みんな優しさってありがとうって言われたいからじゃんっていう。でもじゃあ、100回やって1回のありがとうでお前はできるかと。確かに誰かは言ってくれると思う。でも100回やって1回でもお前はやれるかいその優しさをっていう。うん。あと優しさはおせっかいじゃないからなと。 うん、おせっかいだと思われても優しさのことはあるよ。相手がおせっかいだと思うなら優しさじゃないというわけでもないと思う。だってハンカチは拾ってあげた方がいいしね。落ちたハンカチは。うん。結構俺そういうのできないな。<laughs> できないっていうか自分で精いっぱいな気がする俺。うん。なんか優しい人って心におるが俺のお母さんも前その。 誰かかかかの落としし物をななんん拾ってなんかしてたからお母さんここ何も考えてないから余裕があるんだろうなうんまあでもあれは俺の行動コスト俺はその時車で待ってて車の中にいて気づいたんだよお母さんは帰ってくる途中に気づいたこれで行動ポイントが違うじゃんあるなっつってわざわざ車を出るのと 車を行く途中にあれなんか落としてるっていうのは行動コストが違うと思う。俺はその行動コストが払えなかったんで、それはすごく印象に残ってる。そういうたびに俺、で、まあお母さんが拾ったからお母さんの方が優しいように見えるけど、その差はあるでしょ。自分が車の中に入ってぼーっとして見てて、でもそれはなんか時間、なんか30分くらいずっとそのハンカチ見てたんだよね、俺。え、どうしようって迷って。お母さんが拾ってくれたらいいものの。 時間かもしれないそれは何か印象に残ってる最近の話でね、まあ、最近つっても1年前くらいだけどあーうん どうしようかね、本当にそろそろ筋トレしてもいいかもなえー、でも今日筋トレするのだるいなでも明日するってことはしないってことだよなだったらもう筋トレしたくないって言えばいいんじゃないかな ええ、でもなんか全然歩きたくないな。俺ができるのって雑談をするか歩くかのどっちかなんで,で。歩きながら雑談ってできないんだよな。ああ、でも歩きながら雑談でもいいか。最初はさ、スローペースでやるっていう。いいかもしれないですよ。歩きたくね四40分くらい歩こう。ちー。 じゃあ、イコールからでも俺別に全然歩けるんだよ。歩きすぎるとダメって言われてるんだよ。もっと歩きたいのに。マジでクソが。しょうもねえな、世の中。ああ、心不全、マジでやばい。運動しすぎもダメだし、食べすぎもダメだし、食べなさすぎもダメだしって。お前、マジで。何これ 殺すぞ。本当に。どうでもいいや。なんか健康を気を使うストレスで不健康になりそうですわ。 つまんねんとなんで俺がこんな目にだよ。そう思うとそう思ってくのかな。もう思うしかないが。うん。ヒーローのストーリーだと思ってさ。うん。最近は悲しくて涙が止まんない。マジで。なんか一つやめるか。ちょっと。 結構きついんで俺なんだかんだご飯さえ食べれたらさ元気でやっていけるんだよちょっと悲しいなマジで最近ビタミンとでもビタミンくせえんだよな臭すぎる チンポコでしたチンポココチンポココチンポ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 ポチンポポチンポポチンポチンポポチンポポポポチンポポ。 ジンボジンボジンボポジンボジンボジンボジンポッポゲームとかもしてないマリオでセーフしてるけどなんか楽しくないんだよ やばくない体力落ちたんだな腎不全だからシンプルに体力が落ちてると思うなまあええですわいろいろ試行錯誤するかちょ,しょんべん行ってくるちょっと動画は一気に出すわ理由はムカついてるから。 しょうもないねこの世の全てが 急になんか喋んの嫌になっちゃった1時間半になると俺喋れなくなるっていうなんかルールが俺の中にあるんだろうな1時間半喋ると満足するっていうか逆に喋りたくなくなるみたいななんか体に染みついちゃってるからあえてそれを破るでも本当に1時間半超えると喋りのキレが悪くなるんでなんか1時間半喋ると満足する体になっちゃってるなんで いやこれから俺が喋りたくなるまで黙ってるなんかめっちゃ変な味するんだけどこの水俺の口のミントがついてるめっちゃまずい賞味期限切れのミントだからな しょうもね <laughs> 人生ほんとしょうもねえなマジで <laughs> マジでしょうもないまあそれは人の人生まあドラマみたいな人生を歩む人もいますよ そんなな人生を歩みたいのかなまあ十分激動だけどね俺嫌なことしかないでも案外ナポリボだって結構大変よあいつの人生もうん、いやみんななんだかんだ言って過酷な運命を受けてるんだろうな一回人でもなんかひどいことで一回人間の運命をこう平らにした時みんな不幸になるだろうな なんか結局やっぱ自分の人生を手に入れるしかないんだろうなラッキーな人間はどこまでもラッキーだしでもなんかねあの大体人間の不幸って周りの人間環境によるなんかいやなんとなく分かってきた俺の人生周り見返したら嫌なやつがいるから不幸だったうん。 まあ俺が嫌なやつのなんかあっち消ししみたいなちょうどいい距離の保ち方が分からなかったんだろうけど基本的に俺は嫌なやつによって人生を壊されてるから喧嘩しなきゃいけないの俺が負けちゃうっていうか負けるというか戦いたくないんだよなでもそのせいで負けてるなら俺は戦わなきゃいけないのかもしれない結果戦わずに負けてきたからじゃあどうせ負けるくらいだったら戦って負けた方がいいなやっぱり。 うんでもそうするとあのどうせ負けるくらいならっていうのでワールドトリガーのあのバカクソ女が出てきたのあの男が嫌いな嫌なフェミニズムみたいな持ってそうな女でもそうなんだけどってでもそれを人生に適用するのは酷、うん、でも普通にエロいって思っちゃったあいつあの性格がきつい女 なんかエロく見えてきたワートリのキャラが一番好きなのは藤丸ののですっておいおいなんかワートリの例外ねやばいやつ性格はそんな好きじゃないけど <laughs> ひどいワートリ見てないなでも変な話始まっちゃったからなマジでそこまで頭使って漫画読んでねっつーの エッグヘッド編読み直すか。やりたいことがいっぱいあるけどやる気がないのは多分毎日なんか行動エネルギーを減らされてうすしおしすさんも歌で歌ってたよな、ね、毎日 YouTube 見てゴロゴロしちゃうって。えでも俺 YouTube 本当に大好きなんだもん。でも大好きだよ最近見てるのあれね ASMR だからマジで心がやばい。俺のいとこのお母さんの好きな音楽はクラシックでロックンロールを聴かないように。毎日何か。 もうほぼうつなのかもしれないあ、月見バーガー食いてああ、月見バーガー食いて。月見ソースとビッグマックソース常に売っとけや、ボ、OK、ケ <laughs>。急に切れた。ああ、モスバーガー食べたいな。モスガーバー食べよう、今度。ああ、人生しょうもねえ、マジで。しょうもねえ。 と思います皆さん野菜が取れてないんだよな最近。 もう全部どうでもよくなってきたなんか全部どうでもいいいやどうでもいいと思ってないと生きてらんないよ辛すぎるんだもんだって俺の人生 どうでもよくなんかないんだけどさどうでもいいって思い込まないと嫌なくらいには不幸が来てるよ嫌なことがでも結局嫌なことって人間のせいだな、うん、周りの人間のせいだな9割っていうか俺がこうなったのも当院は親がバカなせいだし親のせいだしねうん。なんてさうつ病の俺に考えろってひどくない 今はちょっと考えられるようになってでも疲れるよなんで俺がやるんだよって思うくらい疲れるからさできないやっぱ今はできるようでできないよ楽しいことだけ考えていたいし親が全部悪いですはいもうはあこの病気治すまではなちょっとどっちも病気治さなきゃいけない精神科行こうかな なんか始まるまでいけねえって言っていうか別行ってもいいでしょ。うんくそクソつまんねえな人生。まあ、最近ネガティブになってきてるっていうかそのでもネガティブが自分の本心ってわけでもないと思うんだけど。 なあでもそうネガティブばっか言ってるとよくないというかでもちょっとくらい言わせてよっていうこの程度でちょっとだからな俺は人生楽しいけどつまんないなやっぱ人だな親から離れないといけないなでも一人暮らしはそれで大変だろうな 洗濯物が大変なんだろうな。<laughs> 何もイメージできないよ。人生。目標とか目的とかないもん。別にない方がいいと思ってるし。 ただ配信が好が好好きき喋るのそれ以上はないです別に、うん、でもまあ強いて言うならチャンネル登録者50万かなまあでも今の時代ってもう100万が50万くらいじゃないっていうのあるから100万人くらい言っといた方がいいなまあだからじゃあ今チャンネル登録者数じゃあ,まあ400人か、まあ、1000人いきたいけどじゃあ500人目指すか どうやって受ける、まあ、まず3ヶ月毎日投稿してみるか何か3ヶ月投稿すると見てもらえるようになるみたいなこと言ってたけどそんなことないと思うけどなまあサムネイルとかも作るかまあでも結構そうなんだろうな俺を見に来るのなんて物好きだろうな長く喋ってるだけでみんな面白くないって判断しちゃうんだろうな結 結構それがきついんだよな。長いイコールつまらないっていう。短くてもつまんねえもあるよ。だって実際つまんねえし、TikTok とか。TikTok に危機感はあるんだよな、俺。うん。もろはの剣だよな、TikTok の流行りは。 バカガキの隅かでもなんかそんなもんなんじゃないかなっても世の中そういうバカが今まで、あのー、楽しめる娯楽って案外なかった食べ物しかなかったのご飯しかなくてうんでもそんな人でも楽しめるものができたんじゃない集中力のないバカでも、うん、TikTok じゃあいいことなんじゃないこれはこれショート見ないだよな チャンネル登録し,てしたショートしか見ないっていうでショート見ても履歴全部消すんだよ。<laughs> あのおすすめ欄をコントロールしたいからなんか少しでも気に食わねえ動画が出るとゲームが始まるのあこの動画なんでかって最近だとえなんでこういう自己啓発系の動画が出てんだろうとあシ知らふ知らず見たからかって思って知らフ知らず全部消しておすすめ欄を更新するとおなくなってるっていう、うん、あのゲームが楽しい。 だから俺はおすすめ欄に呪術廻戦とワンピース出ないようにしてますけどね。でも最近俺が見た動画で出ちゃうかもな。俺の動画めちゃめちゃタグつけたからな。タグつけたからみんなが見てくれるわけじゃないと思うけど。うん <laughs> まあ別に世の中お金が全てじゃないけどお金はめちゃめちゃ大事だようん。でもお金だけじゃ人は満たされないよ。 でも人が満たされるのは何かっていうのが分かったとき大抵お金が必要になってくるんだよ。まずは自分が何で満たされるのかというか、満たされるっていうことはない。人間満足がないな。潤うというか喜びなのか、強く喜ぶものを知るところから始めなきゃいけない。人生って。アンパンマンマーチですよ、人生って。アンパンマーチに書いてることやりゃいいんですよ、みんな。うん。今を生きよう。 全力で今を生きてそ,それを毎日やっていく毎秒やっていく刹那で生きていく瞬間ごとに爆発して生きていくから人間はすごいやつになれるんですようんでも難しいな俺の雑談に魂を乗っけたいけど十分乗っけてる方なんすけどねうんでもやっぱ魂乗っけたらでかい声になるからなやっぱでけい声って魂乗るって思ってるから 感情が乗ると思ってるから <laughs> いやーでも楽しいな喋るっていうのはあ今日めっちゃ喋ってんなもう5時だ今日なんかいっぱい喋っちゃったなちょっと大長編作るからみんな待っててねうん あれちょっと待ってあれ 自分の人生に理想があるのかないやでも普通にあ「強いて言う「死」いて言わずとも嫌なことそんな起きないでよって思う。うん、生きてて。なんか生きてることについてくる副産物かこれって思っちゃうよね。生きてるってだけで最空ねんで言でさえグりぐりリメイデーに言ってきてエモンみたいな神様なのかな殺すぞマジで。本当に。俺は神様可愛い,い。 金髪ツインテ美少女の、まあ、愛情表現がちょっと苦手なだけだと思うんす。本当に神に愛されてない人,人間の人生なんて何も起きませんから。ち <laughs> ょひどいなその言い草は、うんあ。神なんか信じてないですけどね俺 <laughs> 信じてないっていうか半信半疑6割信じてないかな。うん神なんかいないって。 思えたら楽だけど、俺の親がさ、おばあちゃんとかお天道様がアーダコードみたいに言うからさ、俺は別にだと思うんだよな。神様いるなら出てこいやって思うし、うん、だいないってことでいいかな、神様。まあ、いるでもいいかもしれないけど。うん、まあでもいないでいいかな。いないにした方がいいかなでもいたらな、普通にブチを貸して、全部出す、もうマジで。 犯すから。うん。神をレイプします、普通に。犯すってね、レイプね、普通に。金髪、美少女、オラっつって。マジで。本当に犯す。もう、人生も8回くらい嫌なことが続いて、8連続くらい。うん。マジでこの地獄から抜け出せない。あの日から人生ずっと地獄だよ。でも、 俺保育所に上がる時もそう検査入院だし保育所もつらかった小学校の6年間だけ楽しかったいや嫌なやつもいたよでも本当に嫌な先生も一人いたけどそれは高学年になってから分かったことだしでもなんか単純に嫌さが目についてなかっただけのような気もするんだよなうーん嫌なやつはいたよ一人二人くらいはうんこいつ嫌だなってでもなんだかんだ言って そんなに悪くなかった気はするけど小学校は先生たちはやっぱ人だな人の不幸を作用するのは人をんだねうんいなやい嫌な,なやつがどこにもいない場所に行った方がいいうんまあ俺が友達作んなかったのがいけなかったのかもしれないけどな友達っていうか心開けてないんだよなでもちょっとな 親ガチャハズレなのかもないや外れじゃないんだよそんなにナポさんの親ほど変な親じゃないしうんでもなんかまあ普通よりちょっといいかなって思う親なんだよまあそんなに悪い親じゃないと思うんだけどなんかずっと選択肢を間違え続けてんだな俺の親は。 俺の人生まあ俺が引きこもり始めてからの手段が全部間違ってる何とかしようとしたことが全部裏目になってるっていうかそれがすごいなーって思うびっくりするほど全部裏目になってるからまあそれは俺の問題なのかもしれないけどまあなんだかんだ思い返してみると最近は俺が悪かったなーとも思うところもあるけどでもそんなことしなくていいじゃんってもんばっかりだな俺も悪いんだけど そこだって俺はお前に何かしたってなるんですよ。確かに俺はうざかったかもしれない俺はお前にそこまでしてないよなっていうのはずっとあったな俺がそこまでしたならやり返されても文句は言わないんだけどなんかムカつくなやっぱうん俺をいじめてたやつよりは俺長生きしたいんだけどうん でもそいつの情報なんてほんとどうでもいいかな。俺の人生にも一生かかわないんで欲しいわ。やっぱ嫌い。ごめん。まとめて嫌い。うん。みんなが、中学校のみんながもうみんな嫌いです。俺は。いや、嫌じゃないやつもいたよ。でもやっぱもう全部嫌い。うん。悪くないやつもいたし、悪いやつってその時は言っちゃったかもしれないけど、悪くないやつもいた。でもやっぱもうみんなとかかりたくない。 中学のこと思い出したくないからただ中学のことって別にいじめられたことがつらかったかっていいじめられるのはよくあったんで保育所でもあったし先生にもいじめられてたし別に、まあ、いじめって言うとひどいけどあんまりなそのまあ俺のいじめのハードルが低いんだろうなうん愛想なかったのがいけないんだろうけどそれをいじめとして捉えてるのかもしれないけどうん 中学の先生は全然なんか嫌なやつばっかだったな一転してうん嫌なやつしかいなかったなまあでもそれくらいじゃないと厨房なんて相手にできねえのかもしんねえけど外れの学校だったな 最近親とも仲悪くなったって俺が一方的にもう喋んなくなったもういいやって思って親と長くするのやめようって思ってうん俺は親のこと嫌いだしまあ俺が愛を感じられる謙虚というか気持ちを受け取れないんだろうな うん、根深いなこの問題は謙虚でいたいな人の褒めくらいはありがとうって喜べる人間にはなりたいなマジで人に褒められても嬉しくないな,な最近何でもグーグルで検索して自分 が好きなんだけど別に他人に褒められても嬉しくないんだこれちょっと面倒くせえんだよな 人の価値はでできることで決まらないそれはそうなんだけどこの社会がそうじゃないじゃん、うん、社会は間違ってるんだな人はみんな許されるべきだし愛されるべきなんだけその中で才を見つけてうんやっぱ社会めちゃめちゃ間違ってんじゃんいやめちゃめちゃ間違ってんないやそうなんだけどね容姿が綺麗だとか面白いとかね まあでも面白いって俺の面白さってなんか面白いじゃないんだよなちょっと偏屈な人間の好きなおもろさだから一般受けしないしなんかなんかそういうおもろも別に鍛えても俺が満足しないんだよ俺は自分のこと好きだよ自分の活動を見ててもああ俺が間違ってるわけがない最近は俺が正しいって思うまあ昔から正しいと思ってるね自分のことまあ正しくないんだろうなって最近思ってきたけどそれでもなんかずっと自分が正しいって気持ちあって でも人の褒めだけが受け取れないんだよ。なんか多分見下してるんだと思うなみんなを。お前は分かってねえだろっていう気持ちはあるかもしれない。でも半分うれしいんだよ。なんかどこかうれしくなきゃさ覚えてないじゃん。なんかどこかそれに対して俺が引きこもり始めた時も先輩がなんか俺の剣道をね俺剣道めちゃめちゃ下手だったんだけど。 うんめちゃめちゃ褒めてくれてたりしたんだようんめちゃめちゃっていうか褒めてくれたの俺が引きこもり始めた時にうんでも最近なんか今でも泣きそうになるんだけど俺の部活友達がなんか 俺が引きこもった後俺をいじめたやつをめちゃめちゃ怒ってくれたっていうのそれ俺はそれほんと聞きたかったんだよな多分言い聞かせて欲しかったもっとうん親は言ってくれなかった多分言ってくれてたけど言葉が入ってなかったけどいやそれもっと早く言えよって思ったマジでなんか全部遅いんだよな親今でも泣きそう うん、遅いんだよ、全部。バカ一回行ったからって満足すんだよ。何度も言い聞かせてくれフ Future is yours でも言ってるだろ。君はいたほうがいいよっていう。だから結構、愛してるってロックンローラーが言うのは当たり前のことなんだろうな。うん、みんないていいんだよな。 死ななくていいんだよいやクズになる努力というか結構人間って自分自身が自分が優しくないのが許せないところがある俺もあるでもそれを頑張って確かに辛いんだけどそのやめることができないんだよな、ね、優しくあろうとするということそこがやめれたらいいのかもしれないけどでもまあそれをやめたらひろゆきになっちゃうからひろゆきは堀エモ門になっちゃうから確かに楽だと思うんだよ うん、自分自身が自分が優しくないという状態を許せないから俺はただ俺なりに頑張って人に優しくしても人から見るとそんなに優しさじゃないんだろうなっていうのもちょっとムカついてる、うん、親に優しくないって言われた時それで俺親嫌いになった結構なんか人の優しさが分かる人は優しいっていう論があるんだよおばあちゃんは優しいんだと。 でもちょっと、な、俺、お母さん、ほんとバカだから嫌いだ。お父さんより嫌い、どうしようもないかもしれない、俺のお母さんお母さんとずっと喋ってたけど、ちょっともうそろそろ喋るのやめるい。言い出せないけど、もう喋りたくないって言わなきゃいけない、俺は。喋りかけないでくれって。心をさらに閉ざしてしまって。ちょっとおばあちゃんと喋ります。おばあちゃんが俺のヒーローだから、今考えた あの時おばあちゃんがな俺のぶちまけた教科書を黙って一緒に片付けてくれなきゃ今俺はここにいないようんそれを言いに行こうつらいよ <laughs> うん今画面ないからわかんないけど泣いてるんだけど最近ずっと泣いてるうんあ,あ 俺だって家族好きでいたかったよ好きになりたかったよ家族愛したかったよもう無理だ時間はかかる10年20年かかるとそれまでに親死んでるかもしれい俺だって好きでいたかったよ嫌いになりたいわけないじゃん 親のことをなんでそんなことするんだよ <laughs> あの時誰も味方がいなくて本当家族おばあちゃんとおじいちゃんだけだったなそりゃみんな嫌いになるわ <laughs> 一人で俺はずっと頑張ってる ほ、うんとに一人になっちゃったずっと一人だったんだ俺はお母さんとももう話したくない大嫌いだみんなおばあちゃんだけでもおばあちゃんと話さないのもなんかどこか疑ってるからだろうな どこかおばあちゃんには偶像で深刻化しててほしいんだとそれはそれでいいのかもなでもちょっとおばあちゃんとおじいちゃんが偉大すぎるんだよな俺のおじいちゃんうちのベランダ作ったからねうんちょっとおじいちゃんとおばあちゃんが偉大すぎたうんすごかったちょっと親は勝てなかったうん おじいちゃんだからそのなんかおじいちゃんからは愛を感じたけどお父さんのげんこつからは愛を感じなかったんだよ多分お父さんはやっぱ愛ないんだと思う覚えてるから俺ゲオでガチャガチャ弾いた時ぶん殴られたんでゴツンってあれずっと覚えてるでもそのなんか 親子の関係が支配関係だから好きじゃないんだよやっぱ俺そういうの大嫌いだから今日父親にぶちまけるかなうん このの勢いでいで行くしかないのかなも何か話して何か変わるわけじゃないけどでも何か喋らなきゃいけないことあるのかもしれない俺は親と本当は父親と話すべきなのかもしれないでも怖いよ俺は。 ちょっと今日暇だからやってみようかな。 泣いてる顔ってめちゃくちゃ面白い <laughs> あっあ,あでクリップしとこうで <laughs> もつらいよりどころがない <laughs> 今日は。 飯食ってる時に喋る飯食う前だと疲れてて喧嘩しちゃうかもしれないから俺は今日戦う今日は6月7日金曜日5時40分そろそろ親が帰ってくる今日で決着をつける殺す いや本当に殺すわけじゃないけど最悪怒りが 毎日泣いてるなんかアドちゃんが3日に1回泣いてるって俺は毎日泣いてやろうみたいなんかその対抗意識で泣いてる気がする感傷的に、ね、ちょっとネガティブなアドちゃんに浸りすぎた俺やっぱネガティブになっちゃダメだアドちゃんいいよなだってネガティブになれる余裕があるんだネガティブの人間なんかムカつくんだよなんか自分が正しいみたいな気持ちでネガティブになってる気がする俺は多分ネガティブになっちゃダメなんだよだ 人生の価値がポジティブだけなんだよ俺は俺が生きてられる理由がうんでも案外辛い人生なら辛いって思ってた方がいいのかもしれない楽しいって思っちゃダメなのかもしれないいやでも楽しいよでもなんだかんだうんでも親と決着をつける何も良くならないし 俺にただいまって言わないでくれって言いに行く。<laughs> <laughs> 辛い。 人生、辛いよ晴れてくれそろそろ頼む。